境港の町を走行しています。境港の駅前に行くとですね、妖怪の銅像がたくさんあるんですね、通り道が商店街があるそうなんですね。ゲゲゲの鬼太郎の、作家の水木しげるさんのストーリートができているんですね、を見ていきます。はい、まずはですね、境港の町の風景ですね。これ2倍速なんですが、バイクで、走行した映像を見てください。そこから急にですね、変わってきますので、でその、妖怪のストリートに到着すると歩いてですね、見てきました。はい、ではご覧ください。港に来ました。ここは駅ですね。でまさに港町ですね。境港という名前だけあって、でこれはねマンションにあって、これホテルです。駅前ね、立派な、綺麗ですね。それこれは境港駅かな。うん、立派ですよ、立派。うん、ちょっとねまず駅を探検してみよう。水木しげるロードというのがこうねあるらしいですね。確かにね。そういうのがこう映りますね。これが交流館ですね。観光案内。おお、すごい。これ。これが多分本人なんでしょうね。でネズミ男とピタロ、交流館見ててみよう。あ、フェリーが出てるんですね。やってないけど販売店なんだね。ね、そこ。これは船、まあ今日はもう終わっちゃったのかな。船があって島に渡れるんですね。西の島とか。これは上に上がっていくと。なんだろう、4階は堺サポートサウナがあるんだ。港橋展示ホール、ああ何でもしょうがないか。こういういろんな情報を発信してるんですね。
なんかありますね。次、郵便ポスト。おー、鬼太郎が乗っかってる。あ、次々にやるんですね。電車、始発駅ですね、境港。鬼太郎の無数にありますね、鬼太郎スポットが。これは何だろう、穴が開いてる。バス乗り場。おお、これは妖怪の村なんでしょうね。気持ち悪いな。これも妖怪のなんか、こんなんですね。お、もうこれ無数にあるね。これは水木しげるローザですね。気持ち悪いぞこれ。すごく気持ち悪い。おー、すごく気持ち悪い。これ何これ、わ、もうここちょっとこの辺り見てみましょう。バカマナーって感じですね。書いてありますね。悪魔くん。世界妖怪。あ、これね、なんか会議やってますよ。これもう無数にありますね。水木しげる。ねえ。鬼太郎温度とか書いてますね。おお、この駅自体見ると、これ、でっかい看板立ってる。おお。あ、これ、電球自体が目玉親父になってる、全部。目玉親父何人いるの、これ。すごいな。猫娘。妖怪といっても掃除してるからちゃんとしてますね。お、背中向けてる。これは何だろう。ん？ん、気持ち悪い。なんだこれ。そうなってきて北になっちゃう。北がこうなっちゃうのかな。歩いていきましょう。これこの通りね、無数にあるよ。次は これが、おっと、バスもなんか気持ち悪いね。これ何これ、何だろうこれ、道路の反対側も銅像がありますね。お店もみんな一旦モメントか。キモいですね。あ、これ目玉の親父電球。おお、向こうの道路の反対側も気になりますよね。これは、え、これはネズミ男の中新しいタイプですね。でもこうやって見るとね、寂しい街だよな。駅前からして木造の家だけしかない。裏側に行くとなんかどうかな。一本外れてもないんだな、この通り。この通りだけですね。次は、あ、これネズミ男のベンチ、さっきありましたね。片付けて、
小娘ベンチですね。お、これ結構先まであるのかな。結構先まで。みんな撮ってるね。こいつは？だるま。だるまの中ですね。ちょっとね、まっすぐそこを渡りたいな。次でっかいのが渡ると、あ、鬼太郎のウェルカム。これでかいな。ネズミ男は握手を持ってますね。これずっとあるね。あるってこと、これ。うわ、こんなにあるのこれ。六六組まであるんですね、一番向こうまで。いや、これ全然全体のうちほんの一部ですよ。でも気持ち悪いけどね、これね。ほんの一部だ、これ。何これ。ほんの一部だよ。倒壊倉庫とか。いやー、これずーっとあんだ、これ見たことない。鬼太郎ハウス、もうお店みんな閉まっちゃってるけどね。でしかもまだ5時前で、ちょうど今5時か、5時でだよ。水木ロード郵便局。おー、この建物、あ、これは山田のお家です。ちょっと歩いてってみよう。この建物もね、仕当ててはいないけど、これは竜、トラゴンですね。井戸ポンポンもあるんですね。多分もう見に来ることもないだろうから、よく見てこう。まだ半分ぐらいなんじゃないかな。次が次へとありますね。おお、これキモいね。バス乗り場が猫娘になってる。これは竜、竜ですね。これは鬼太郎ではないですね。鬼太郎ではない。こっちは。キモい映像だな。これはいいか。窓こうやって半分ぐらい。長いね、この通り。カニみたいな。お、これは。わからない。
れありますね。虫歯なさそう。うわ、まだあるぞ。帰りが心配だ。結構長いよこれ。うん。あ、これはね、プロコースと。もうね、やめよう。Uターンしよう。なんだかみんなわかんないしね、これね。わかんないしね。言ったんしよう、帰ろう。これまだかなりあるよ。かなりある。うん、戻ろう。これ長いね。うん、なんかこれやっぱり町の端になってくるとあれなんだろうな。あ、ちょうどね、真ん中なんだ、まだ。ねえ、いや、ちょっと無理だわ、移動しよう。うん、こればっかり見てもね、まあ、確かにね、素晴らしいと思うんだよね、こういう子供の頃から。で、ね、ゲゲゲの鬼太郎を知らない人ってまずいないだろうし、うん、ね、境港に来るところもまずないだろうからね。ほら、これなんだろう、これ。あ、こっちか。あ、お金置いてってる海ね、一円玉ね。鬼太郎電車さん。あ、これは妖怪ポスト。妖怪ポスト。うわ、これ、うん、キモいね。太郎ベンチ。やっぱりね、この辺になるとこう、なんでしょうね、あんまりメジャーじゃない、メジャーじゃない人が、妖怪が。あ、これ、こういう傘なんていうのかな。うん、これもわからない。そろばん端行ってね、計算得意だったらいいんじゃないですか。有名なのありますね。ネズミ男。あ、これはその作家なんですよね。これなんか見たことあるよ、これ。カッパ。またしょ。作るのかな、銅像ってね。通り、区域によって妖怪の種類が分かれてるんですね。無造作に置いてるわけじゃないんだ。ん？なんかちょっと心地みたいな。これは家から炎みたいな感じですね。これは何だろう、何だろう、これ。だいぶ戻ってきた。そうそう、あの、これでビーフとキャッチボールか。ああ、上手に受けれないとこぼれる。受けれんかったことだけど。おお、すごい。
これは閻魔大王なんだな。これは井戸ポンプ。あ、なんか神社になってる。ね、これはまあよくわかんないですね。これ全部こうやって見てってもしょうがないよね。わかんないものはわかんないよね。なんかね。あ、妖怪倉庫っていうのがあるんですね。もしかしてこれ取り替えちゃうとかあるのかな。そんなことないよね。妖怪倉庫っていうのがあるんですよね。やっぱり交差点になるとやっぱり大物がいるわけですね。こういう北郎ですね。で、あ、これは目玉の方でしょ。ね。で、あ、これは顔出し看板。あ、渡っちゃう。ここいっぱいいるね。あの、なんかあるね。なんかいるね。これは、なんかいるね。あそこに固まっていますね。これは夜光るのかな。どこね、帰ろう。どうやって出たらいいんだこれ。どうやって出たらいいんだ。回り方がわからない。ちょっとね、まだこれさっき見て反対側だからね、見てないからね。もうちょっと見るんですかね。だろう、ね、あ、ここ通って抜けちゃう。まあ、いくつかあるとね。じゃあ以上ね、境港の、水木しげるロードというところを通りました。以上です。